こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。スーパーリフォームブラザーズのルイージこと、まえちゃんです。ぽよんぽよん、やりましたよね。さあ、今日は、どういうこと？いや、マリオ兄さんがですね、結構土管によく入っていくんですよね。なんか結構狭いとこ好きみたい。でもうちょっと次からはね、もうちょっと広く高くしてあげたいなと思って。あれ、今のマリオチラッと見えますけど、あれが大きくなるんですよ。ぐぎゅぎゅ。で、こうやっそう。て入ってきますよ。こうやってね。低いな、低い大きな。くなったらもっとね、ちょっと狭いんで、土管を大きくしてあげようかなと思って。いやー、やっぱりそういった配慮。配管もリフォーム必要。そう、実は配管も今回。それから、業者さんの考え方。なんか4つぐらいポイントある。じゃあ、行ってみましょう。低い、狭い、汚い。誰か助けてー。そんな声ってみんなの思いじゃないですか、リフォーム。では、不安のまま契約すると失敗へ。これもポコポコ LINE 来ますよね。もうリフォナビの人は、やっぱりもうみんなこういったところから学びましょう。築19年、270センチのキッチンでした。なんかこれパッと見た瞬間ね、左側に立つような感じで、これ何と思うんですけど、違うんですよ。これ、右側に立つんですよ。え？そう、奥がコンロでしょ？手前がシンクでしょ？で、左側は、修正材みたいなのがあって。で、高さが下がりすぎ、釣り戸だな。リフォームしてくれた大工さんも、こんなに下がってたら危険だねって驚かれるほど。いや、確かにね、ここ。釣り戸棚が低すぎる。マジでこれ見たときちょっと驚きましたよね。確かに、かなり低いですし、あとは、食器棚とかね、冷蔵庫置くスペースはなさそうなので、ちょっと狭い、窮屈ですね。マンションのね。あと細かいところで言うと、天井のあのなんか、掘り込みになってる照明。なんかああいったものも変えたくなると思うんですよね。あれどうやって変えるのって。でも、脚立登ってあそこに缶変えるだけでも一苦労よ。そんな声も聞こえてきます。通路も狭い。まちゃん今言われたように、こう、後ろのところ、マンション、うちも、ここの狭さ、ありますよね。二人で並んでたらもう窮屈。汚くてすみません。いえいえ、逆に嬉しい。なんかこういうのシェアしてくれるのがリホナビですよね。収納はたっぷりありましたが、二人でキッチンに立つとすれ違うのが何気にストレスだったので、アイランドキッチンという開放感につい憧れて、思い切ってチャレンジしました。いやー、いろいろこの後出てくるけど、これを乗り越えれたら素晴らしいんですが、まあ、じゃあこの、まずキッチン、いかがでしょう？そうですね、2700ってことなんでね、やっぱり幅はあって、収納は確かに大容量なんだろうなとは思いましたけど、やっぱりそう複数で立つとなかなか狭いですよね。で、おそらくですけどね、レンジフード、コンロとレンジフードの、この高さ。これが、880センチ。で、そこから段差で釣り戸あるんで、なんかカウンターとこの間、おそらく50センチぐらいかなっていう、そんな感じですね、見た感じの。そうですね。開放感が欲しい。ビフォアアフターどうなった？ドン！すごくないですか？これすごくないですか？すごい。すごいですね。うわ。ね？トクラスのキッチン、コラージャ、やりましたね。人造大理石、レンジフード、アイランド。そしてアイランドっていうことは左と右両方に通路あるんですよ。ペニンシュラじゃないんですよ。わかります？あの奥のところ、冷蔵庫側のところ通路なんて、マンションでアイランドですよ。舞ちゃん。すごい、360度からアクセスできるんですね。そうそう。で、すこれごをやい。るためには、配管の部分、通り道なんかもつけながら、床暖なんかも、だからこれまた苦労したんです。そして、収納もどういうふうにしたのかな？まずは、内装、床、綺麗に仕上がってますよね。おしゃれ、コラージュ。いや、コラージュいいですよね。通路も、もともとはこの狭い問題が、今回のアイランド開放オープンになることによって、広く配置しましたよ。釣り戸棚が低すぎる。何って、こんなに低いのって大工さんにまで言われちゃった。それが、釣り戸棚を撤去。開放的な広いキッチン。お部屋も空間も広がりましたよね。この開放感のアイランドキッチンになりました。ここまではいろいろ多分工夫はあったんじゃないですか。まあ、じゃあこの相談されたら、結構難易度の高いキッチンだなっていうか思いますよね。そうですね。マンションでこの配管の位置ずらすアイランドキッチンに変更って結構難易度高いですよね。そうなんですよ。で、さっきあった、
掘り込みのとこあったでしょ？マンションあるある。あれはまだキッチンの上のシーリングライトのね、ここの部分どうしようかなっていうね、悩み中です。少し暗いです。うん。だから上のとこにローゼットあるから、パナソニックのやつのね、LED で、その自分で交換できるローゼット仕様、山さんスペースキッチン照明なんかで多分動画出てくると思うんですけど、それでもいいんじゃないかなね。カチッとでくっつけれてね。うん。いや、いいんじゃないでしょうか。うん、でも、あれかな、もっとおしゃれにしたいのかな。スポットライトとかつけたいのかな。綺麗な内装仕上げになりました。で、行きましょう。マンションは配管と床暖房があるから、キッチン全体をかさ上げするか、配管部分だけ小上がりにするのかの選択に加え、さらにその通り道が、初めはその奥のところにアイランドだから右左の通り道、30センチしかどうも確保できないよって。今の位置からすると。はい。これないじゃないですか、そのアイランドなのに30センチなんてね。空間しかない。それだけだったら。で、諦めようと悩みましたが、現場監督さんと大工さんが床暖房がどこまであるかを探り探りしてくれたおかげで、なんとその通路50センチ。50センチだったら、なんとか息吐きながらだったら通れる。通り道を作っていただき、本当に感謝です。これ。これ通れそうでしょ。すごい。なんかむしろちょっとなんか素敵な、感じですね、ダンサーさん。見たときなんかいい感じでしょ、これ。すごい。いや、これ、やってくれた大工さん、素晴らしいですね。すごいんですよ、この現場監督さん、うん、リフォーム会社ね。全く問題なく、子供が冷蔵庫に行くときに、後ろを通ることもなく、うん、これ、動線がいいんですよ。いや、これ、むしろなんかこのスペースがなんか可愛らしいですね、なんか。なんかね、リフォームって感じだし、このリフォームならでは。うん、キッチン丸ごと前に出たので、主人とキッチンに立って狭さがなくなり、大満足です。で、アイランドだからね。で、ちょっとコンロの上にこうやってちょっと、なんかカバーかなんかしてますけど、ちゃんとガスコンロありますね。こんな感じ。ここ通路。ちょっとこう、すごいでしょ？なかなかでしょ？これはな、もうこれはちょっとスタンディングオベーションじゃないですか。およと思いました、見たとき。小上がりの、段差ね。なるべく小さく考えてくださったり、まあ、配管のところですよね。その幅どれぐらいにしたいか、随時聞いて増作していただいたおかげで、キッチン後ろのカップボードは置けなかったのですが、ニトリの N クリック収納をこちらの方に置いてパントリーにすることができました。まだ何を入れるか模索中、いろいろ工夫していいんじゃないですか。N クリック？さあ、来ましたよ。元ニト、まえちゃん、N クリックってどんな商品か知ってますか？説明してください。はい。N クリックはですね、ネジなどを使わずに女性でも簡単にパチッパチッとこうはめていくだけで、組み立てられるカラーボックスになります。はい。カラーボックスね、ネジでね、こういうふうにドライバーなくったって、そのままカチッカチッとできて、こういった形で組み立てられる。組み立て収納 N クリック、こんな形が今人気なんですよね。よくご存知ですよね。やっぱり。これ、ニトリで売り場入ると売れ筋なんですか？はい、これはもう今までのカラーボックス界に革命を起こしたというような、もう時短でかなり短い時間で女性でも組み立てられるというので、かなり大好評。まあ、ただ一回はめたら外せないので分解はできないです。はい、以上、まえちゃんの案件でした。もらってないね。まあ、多分ニトリさんから連絡がありますよ。まえちゃん、ありがとう。内部に N クリック、収納パントリー。こちらの方の内部のところに作ったんですね。ぜひ、他の方もこんな内容を、参考にしてはいかがでしょうか。今、憧れのトクラスコラージア、思い切って選びました。そう、ちょっとね、コラージア見たけど、高いのって。ね、これはね、わかりますよ。もともとあったベリーがね、ベリーの後継というより、ベリーをちょっとグレードアップしたような形。リュッケファーブのネビーです。おしゃれな扉。テニタはテノールソルティホワイト、キラキラと光の角度で輝いています。予算の都合で食洗機は導入していませんが、収納アップでスッキリした、キッチンになった気がします。いいじゃないですか。かっこいい。マンションのアイランドキッチンは、現場監督さんと大工さんが一緒に試行錯誤してくれなかったら、ただのこの隙間になってました。いや、絶対ここそうですよ。リフォーム会社さんとは毎日いろんな話で盛り上がり、仲良くさせていただきました。リフォームが終わるときはなんだか寂しい気持ちになりました。だからこれ、リフォームってイベントだし、もういろいろね、例えば今はまだ、その、あなたのリフォームに対する、あなたが、要は、どんな仲間と一緒に出会うのか、決まってないですよね、多くの方は。でも実際リフォーム始まると、商品選び、もちろん大切ですけど、一番トラブってるの、一番後悔するの、一番そして満足度高いの、一番感謝するのも、こういった現場監督さんであったり、リフォーム会社さんである。それはもう、リフォナビの見てる方はもうお分かりのことだと思います。和室を洋室に変更、お風呂洗面所のリフォームに加え、
配管が20年になるので、取り替え2ヶ月余りのリフォーム期間でしたが、毎日ワクワクでリフォームを楽しむことができました。これは素晴らしいですね。で、ちょっとアンケートも、リフォーナビのビフォーアフター、それからアンケートもぜひここ入れてもらえるとご紹介させていただいて皆さんのお役に立つんではないでしょうか。ショールーム巡りどうしたの？ショールーム行ってません。そういう時代になったんですね、まえちゃん。もう動画 YouTube あるとこうなっちゃうんですよ。だから遠かったのかな。なるほど。でも遠くてもやっぱり十分こうパソコンと YouTube とかだけで商品の感覚が分かったってことですよね、うん、他の情報のねシェア生の声だから。トクラス人材のキッチン探していたため信頼できると人材ね信頼できますよね。工務店選びは黒。工務店さんはどのように決定しましたか。まずは1件目担当の方のできないできないできない多くワクワクしなかった。まあ、じゃあよく言うんですねこれ。いやーでもこの内容は正直できないっていう方多いだろうなと思いましたね。あ、そうですね。フォローじゃなくてね。2件目、うん、レスポンスも遅く忙しい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 伝えた方も次の日に忘れたら契約前日にああやっぱり不安でお断りしました。これ分かれ目でしょ。もうね、あ、じゃあもう契約ここでしようと思って契約日まで決めてたけど最後の最後で振ったわけですね。そう、やっぱりこう、うん、マリッジブルーならリフォーム、決断ブルー。いや結構、ま、山さんのところに行きます。ここの大工あれでよかったのかなって言って、やっぱりそうだ、なんで私はあの声を信じなかった、心の声。3件目でようやく信頼できる近所の地域工務店出会いました。どのように決めましたか。直感ですまあ人間感じる生き物なんでそうじゃないですか。いや、すごいすごいタイミングで決断しましたね。はい、うん、工務店さんの決め手は何ですか。信頼できること。シンプルでもそうじゃないですか。本当にだからこそこの通路が出来上がった、この小上がりが出来上がったんだと思います。一番こだわったリフォームのポイントはマンションアイランドキッチンにチャレンジすること。値段が高くても絶対トクラスでした。いやー納得感ですね。不安のまま契約しない、満足したことや気がついたことなど最後に一言あれば何でもどうぞ。この答え、リフォームが終わった後も何かあればすぐに連絡くださいねって言ってくださったり、やっぱり不安のまま契約しない、納得いくまでリフォーム会社さんを探してよかったです。いやーこれなんかちょっとスタンディングオベーションというかいろんなもの盛り込んでますよね。ビフォアこれ壁こうなってますよ、黒ずんでますよ。そう、このねキッチンで内装も床段あるところもしっかりとこういう形で小上がり作って配管も逃げてマンションでアイランド、素晴らしい。あと照明になるのかどうなのか楽しみです。オフ会おすすめです。リフォームした人、同じ悩み検討中。他の人の質問、YouTube で言えない話、個別アドバイス、Zoom を使ったオンライン全国からみんなが集まるこの、オフ会イベント。まあ、じゃあもう次回、ご参加ということで、亀田さんに含めていろんな方で皆さんに対しての、まあどちらかというとね、リフォーナビメンバーを入っていながら学ぶって感じ、知る、それから誰かの質問が、そうそう私もそれ聞きたかったの、結構こういったところからどんどん知見が広がっています。 LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんとお友達になっていただいてコメントスタンプくださいね。リフォーナビとは一人一人のリフォーム成功に導くリフォーム情報サイト、リフォーナビ友の会 LINE サービス、普段使っているそのあなたの LINE がリフォームの悩みをすべて解決しちゃいます。リフォーナビ教室 YouTube ブログインスタ1300以上、日々集まるリアルな生の声、この知見ですよ。このアイデアですよ。リフォナビライブラリ、こちらの方にどん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 格納中、800本動画を、山さんの動画、ブログ形式で、さらに Q&A で、そしてリフォナビラジオ不定期で配信、LINE 限定、ゴールド会員においてはオフ会参加、いろんなオプションサービス、プランサービス、ぜひチェックしてみてください。まずは、この LINE 登録で、山さんの、プレゼント動画、受け取っていただければと思います。はい、まえちゃん、いかがだったでしょうか。今日のトクラスキッチンコラージュ、いいですよね。いや、間違いなくあのマンションの中で一番のリフォームだと思いますし、これちょっと年末のリフォナビ大賞ノミネートじゃないですか。いや、もうそう思います。もう、これはどちらかというと、うん、アイランド作っちゃったんだっていう感じですよね。そのいろんな、制約がある中で。これが、その、できるような、お休暇とかね、いろんなこととか、いろんな、ことではなく、ここに持ってきたのは素晴らしいですね。いや、なんか住んでる方々、これからリフォームする同じマンションの方になんか、成功事例としてなんか共有してあげたいぐらい。そうですよね。もうこれにしたらっていうね。いや、おっしゃる通りです。
はい、とすいうこごい。とで、いろんなあなたの工夫、リフォーム会社さんの出会い、そんな内容もどんどんシェアしていきたいと思います。いきますよ。せーの。必ずできる。てらっしゃい。素敵なビフォーアフター。さらに皆さんからもどん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 いただいております。